平面上にできた複数の摩昇。高分子物理学において摩昇とは、非分子の直鎖状ポリマーによく見られる、球状の半結晶。溶融状態のポリマーを冷却することで生成する。摩昇の形状は、ポリマーの分子構造、核となる物質の量、冷却速度など、多くの要素の影響を受ける。摩昇の大きさは、条件で大きく異なり、 数マイクロメートルから数ミリメートルになることもある。摩椒自体はポリマーの規則的な配列からなるため高密度で丈夫である。摩椒同士はアモルファス状態のポリマーで結合されている。ただし摩椒同士の結合力は小さいため大きな摩椒を数多く含む材料は脆い場合が多い。摩椒はその中心からラメラ構造が放射状に広がっているため ラメラの持つ複屈折の性質により、広角顕微鏡で観察すると十字状の模様が見られる。ポリマーにラメラ構造ができる原理。ポリマーは一定長さごとに折りたたまれ、矢印の方向に伸びていく。溶融した直鎖状ポリマーを急速に冷却すると、溶融状態で複雑に絡み合っていた構造がほぼ、そのままで固まるため、硬化した後も分子が無秩序に並んだ構造となる。 それに対して、溶融状態から、ゆっくりと冷却すると、ポリマーさの一部が、規則的な折りたたみ構造となりながら、焦化していく。多摩昇の構造図。多摩昇は、頭中の矢印の方向に成長していく。綺麗に折りたたまれた部分はラメラ、そこからはみ出た部分はアモルファスである。冷却が進んでいくにつれて、焦化したポリマーの周りに新たに溶融ポリマーが、付着していく。 その際、無秩序に付着するわけではなく、できるだけラメラ構造に近い形となるように付着していくため、結果としてラメラが放射状に成長したような構造となる。ラメラ構造同士がぶつかると、ラメラ構造の終端は、ポリマー分子が曲がりまたは、ねじれの構造をとって成長が止まる。ラメラ構造の間には、ラメラとなれなかったアモルファス状態のポリマー分子で埋められる。 こうして摩晶が形成される。つまり、摩晶の中には、半結晶性の部分と飛翔質の部分とが混在する。摩晶のサイズは、摩晶の出来方によって異なる。数マイクロメートルとなる場合もあり、大きい場合には1センチメートルぐらいになることもある。溶融ポリマーを急速に冷却すると摩晶は小さくなり、ゆっくりと冷却すると摩晶は大きくなる。また、 溶融ポリマー中に核の種となるような物質があった場合には、玉性は小さくなる。玉性が大きく成長すると、材料としては脆くなる場合が多いので、核の種となるような物質を溶融ポリマー中に意図的に混入する場合もある。核の種としては、過素材、フィラー、顔料などが挙げられる。ただし、この振る舞いは複雑であり、あるポリマーで核の種となりやすい物質が、 別のポリマーでは核の種として働かない場合もある。核の種となる性質を持つ物質を作り核材というアイソタクチックポリプロピレン材料の引っ張り強度。玉潮サイズが大きくなるにつれて破断強度は落ちる。玉潮サイズはポリマー材料の物性に影響を与える。玉潮が大きくなると結晶化度、密度、強度、ヤング率が下がる。これは 多摩症中のラメラの割合が低くなるために起こる。つまり、多摩症が大きくなると、ラメラとラメラの隙間にあるアモルファスの分子の割合が多くなり、その分だけラメラの割合が下がる。また、多摩症が大きくなると、多摩症同士の結合力も小さくなり、これも強度低下の原因となる。一方、アモルファス分子の割合が多くなると、男性や衝撃抵抗は高くなる傾向がある。 摩潮がポリマーの機械的性質に与える影響には摩潮自体の大きさや密度が大きく関係する。例えばアイソタクチックポリプロピレンの場合摩潮のサイズが増加すると破断強度が急激に落ちる。同様に引っ張り強度や降伏応力、人性も低下する。摩潮が大きくなるとポリマー分子がまとまった状態になり摩潮同士の結合力が弱まるため。 多摩椒の境界に亀裂が入りやすくなって、機械的性質が低下する。メソゲン元を持つポリマーをクロスニコルの偏光顕微鏡で観察した写真球章を偏光顕微鏡で観察すると印のような模様が観察できる。特にクロスニコルで観察すると様々な色がついた模様となる。これは多摩椒内部にあるラメラが偏光子として働くためである。ラメラは 多摩章の中心から放射状に並んでおり、ラメラの向きが変更と、平行な箇所は明るく、垂直な箇所は暗く、その中間は角度に応じた明るさとなるためである。このため、多摩章が平面上に並んでいる場合、個々の多摩章の十字模様は必ず同じ方向を向く。ラメラは複屈折の性質も持つため、偏光顕微鏡をクロスニコルで観察すると、 レターデーションにより色がつく。着色はポリマー種の固有の吸収特性の影響も受ける。個々の玉昇は発生時期も発生位置もバラバラであり、それぞれが成長していて、隣の玉昇とぶつかった時点で止まるため、結果として複数の結晶はモザイクのような模様となる。透明性の高いポリマーの場合、玉昇サイズが大きくなるほど不透明になる場合が多い。 逆に、魂小サイズを可視光線の波長以下に抑えることで透明性を上げることができる。EN、スフェラリットを翻訳、修正。ありがとうございます。